今日はね、私の臨死体験から得た、死ぬときどんな感じなのかっていう話をしてみたいと思います。例えば、溺れて死ぬとか、火事で焼け死ぬとか、まあ、交通事故もかな。うわ、痛いのとか苦しいの嫌だな。そんな風に思って余計怖くなったりしませんか？まずね、ここについて、お話ししていきます。私は、いろんな形で五輪中まで行って戻ってきたんだけれども、どんな形であれ、痛みや苦しみは、多分ね、私の感覚的に言うとね、90秒ぐらいです。もがき苦しむのは。で、90秒ぐらい、苦しいとか、なるんだけど、その後、体はまだ生きてる。心臓も動いてるし、手足も動いてる。つまり、もがいてる感じだとしても、そこからね、シュッとね、なんかね、透明のボディの自分みたいな感じのがね、抜けるんですよ。幽体離脱ってこれだと思います、おそらく。そうするとね、なんかまだ、死んでなくて、うめいてる自分を、そばで、ほうって眺めるような感じなんです。で、幽体離脱してしまった途端、まず、重力を感じない。軽やかです。それから、気温を感じないです、全く。寒かろうが暑かろうが適温です。あと、苦しさはゼロになります。で、喜怒哀楽も割と、体の方にくっついてるんですよね。喜怒哀楽、感情って。この話も長くなるんで今日は言わないけど。なので、幽体離脱しちゃうと、なんかね、いい感じなんですよ。で、ケロッとしてるのね。で、ケロッとしたまま、その、まだ、亡くなる途中の亡くなりそうな自分を、ほーって眺めてる感じなんですよ。例えば、病室であった場合は、運ばれた先で、こう、五輪中ですって、ベッドに仰向けで寝てる。私を、もう一人の私が眺めてるんですよね。でね、ずっと眺め続けられるかというとそんなことなくてね、眺めていたいのにね、どんどんね、この透明ボディが軽いもんだから、こう浮き上がっていっちゃうんですよ。で、ってずっとこう、下にいる自分を見続けることもできるんだけど、くるっと上を向いてしまうと、すごい世界が広がってるんです。すごい世界っていうのはね、想像を絶するようなきらめく美しい世界です。私の場合は3回とも、なんかね、万華鏡の筒の中を透明ボディのまま、こう、ウルトラマンかスーパーマンのように、飛んで進んでる感じでした。まさにね、天国っていう言葉がね、ぴったりなね、この世の光以上のきらめく眩しいところに、行くんですよ。ほんで、うわ、綺麗って思ってね、見とれてるうちに、そのね、いわゆる、こっち側とあっち側の境界みたいなところに行くんですね。で、そこをね、向こう側に行っちゃうと、まさに、完全に、あの世の人になるんだと思いますが、私は3回ともその手前からこっち側へもう一回引き返してきたんですよね。多くの臨死体験語る人もそうだと思います。そんな感じで引き返したとか、いきなり重力が戻ってドスンって感じで落ちた感じ。そして一気に体のその事故った時の痛みとか、あと部屋の室温とか、五感が戻ってきて、感情が戻ってきて、うわーって、元の自分に、こう、透明ボディが収まるというか、そんな感じなんですけど。じゃあ、向こう側ってどんな感じかっていうとね、多くの人が言うようにね、なんかね、私の場合は3回とも、5、60個の光る存在がいっぱい待っててくれたんですよ。で、それがね、はっきりとした、目鼻立ちがわかるような人の形で見える人や、天使のように見える人や、女神のように見える人、観音様のように見える人もいるみたいなんですけど、私の場合は、3回とも、ただの内側から外に光ってる光の玉がいっぱいいる。玉なんだけども、意識体で、
生き物のような感じなんですね。で、それぞれが違うのに、違っていながらも全てが一体っていう、ちょっとこの世の表現では説明しがたい、矛盾したような感覚があって、そのね、意識体たちがね、ものすごくウェルカムな感じで私を待ち構えてる。そして彼らのその意識体の向こう側っていうのがね、またね、この世のものを超越したようなね、すごくきらめく水面のようなものがあってね、コロサンズの川っていう人が多いんだろうけど、その向こう、いわゆる空に当たる部分は、青じゃなくてね、白いんです。純白の世界がきらめいて待ってるんですよ。これがね、もうね、私服っていう感じがしてね、そっちにスーって行きたくなるのね。うん。はい。こんな感じでね、何が言いたいかっていうとね、私この3回の臨死体験のおかげでね、死に対するイメージがもう全然変わりました。っていうか、1回目の臨死体験がかなり子供の頃だったので、ラッキーだったなって思います。死ぬことっていうのは、こちらのこの世ですごく頑張って一生懸命生きたことのご褒美だ。ご褒美が待ってる。死ぬっていうのはご褒美だ。すっごいいいイメージしかないんです。不幸なことだ。辛いことだ。苦しい。悲しい。それがないんです。頑張ったら最後にご褒美待ってる。そんな感じです。そして、それ以外の亡くなられる方。自分の意思で亡くなることを選んだ方、自身の方も大半割と気が済んでたりして、苦しみから抜けられてね、キョロッとしてるケースも多いです。で、このね、キョロッとした感覚になってるんでね、あんまりね、この世に未練を残して、こっち側に残っちゃうっていう人ってね、案外と少ない。自死の場合、特にね、この世があまりにもきつかったり苦しくて、自死を選んでるわけなので、おぉ、よかった、楽になれたってなってるわけですよ。なのに、どうやってこっち側にいつまでもさまよい続けますか？仮によ、私が死んだらあの人どうなるんだろうっていう未練を残す人がいたらね、いくら死にたいような状況でもね、割とね、死なずにこっち側でもうちょっと頑張ろうって思うもんなんですよ。なので、自身まで行く方っていうのはね、案外と、ああ、楽になれた、軽やかになれたっていうモードになってる方がとてもとても多いんですよね。なので、自殺すると成仏できませんっていうようなことをおっしゃってる人はいますが、私は自分の死にかけた3回の体験からお伝えしますが、そんなことないんです。大半の人は、ああ、よかった、楽になれたって思ってますし、そしてまたね、次の人生を、改めて、新たな気持ちで、また生きていこうって。そしてね、結構早くに転生する場合は、ひょっとしたらね、このね、残された人の中の血縁として生まれてくる場合あります。子供や孫とか、親戚の子とか、近所の絶対出会うような位置に、そこの赤ちゃんとして生まれるとかね。そういうようなケースもとても多いので、案外とあなたは、自死で亡くなられた方の魂ともう一度再会するかもしれませんね。今日も動画聞いてくださってありがとうございました。多少この動画聞いてくださってね、心が楽になったり救われたなって思われたら、この私の体験、まだあなたにその体験がなかったとしても、あ、それはちょっと取り入れてみようかなっていう感じで参考にしてもらえるととても嬉しいです。今日もありがとうございました。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。